新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。それでは新年早々、大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家いつきです。今年もよろしくお願いいたします。さあ、新年一発目といたしましてはね、2023年 SOXL で最速送り人計画ということで、なんと2023年にしっかりと SOXL を仕込みますと、 送り人になれるというね、しかも大幅な資金はいりませんよと、今年仕込んだ人は100倍も夢ではありませんということでね、どんな状態に SOXL が今年置かれているのか、そしてその SOXL を使うことによって送り人になれるというね、 シュミュレーションから、そして実際に私が取り組んでる戦略、何、え、株、ー、保有をしてて、この先、2023年にどのような運用をしていくのか、えー、こちらね、す、え、べ、ー、て公開していきたいと思います。その辺のね、YouTuber の、えー、シュミュレーションだけだしてね、こうなりますよ、なんていう動画ではないですよ。うちの番組っていうのは実践番組ですからね、こちらの方をお楽しみください。それでは、新年1回目、スタートです。まずね、 この番組は現物の SOXL の威力を見せつけるということで、2023年 SOXL の置かれているポジションというのがね、送り人になれるポジションにあるということになっておりますので、現物の SOXL の、ね、威力を見せつける、すごく、ね、いい年になっていると。SOXL は危険だ、危険だという人がいます。 2022年はね、なんと最大下落91.6%しました。これは52週の高値から見てです。ですけれどもね、この SOXL をね、使えば送り人も夢ではないと、ね。新年早々ですけれど、これは言っておかないといけないと。マーケットに潜む誘惑と恐怖と。株式っていうのは上がってる時に欲しくなって、下がってくると老婆よりもしくは買えない人が続出しますけれどね、今 SOXL は真っ逆さ,さまに下がっております。です けれどここで購入した人が勝ち組に入れるんだということでね、もっともっと下がっていく SOXL はね去年91%下落しましたけれどここからさらに90%下落をすると言ってる人もいますけれども、本当にそうなるのかどうかは蓋を開けてみないと分かりませんけれどその恐怖に打ち勝って仕込んだ人が勝ち組になっていけると現状をねしっかりと。 おさらいしておきましょうということで、SOXL です。過去1年間で見ております。86.59%下落をね、しております。52週の最高値からは91.6%下落しているということで、まあ、終値は9.67になっていると。 52週の最高値は74.21。52週の最安値は6.21ということでね、これを、ねまあ、データ的に頭の中にまずは入れて、これがね今の SOXL の現状だと。さあ、ここからがね確認事項です。まず確認事項1。SOXL っていうね、こちら株式のチャートになってるんですけれど、対数チャートの方で出しております。ログスケールなどともね言われる部分で、まあ、どうしてもね、 過去と現在株価で比べますとインフレしておりますのでね、図式の方が少し分かりづらいということで、今まで SOXL って何パーセントずつ上昇、もしくは何パーセントずつ下落してきたんだというのがこの図の方になっております。今は現在進行形で暴落中ですから落ちておりますけれどもね、SOXL がおぎゃーと生まれてから今までっていうのは右肩上がりで上がってきてると。ここはね、すごく重要事項だと 思うんですよね。そして2010年にこの SOXL が、ね、スタートしていると、そして確認事項に SOXL が生まれてから2回株式分割が来ているということで、まずは2015年、1株が4株に増えました。 そして2021年3月2日に1株が15株に増えていると。株式分割もしっかりと SXL が生まれてから2回来ているということもね、これ事実として頭の中に、ね、入れておいてください。だたいね、2010年から2022年でね、2回株式分割が来ておりますので、まあ、平均すると6年に1回ぐらい、ね、株式分割が来るんじゃないのかなということ。まあ、ここをね、しっかりと頭の中に入れて、 半導体っていうのは今からも必要なのかということをね考えていただきたいんですよね。今までの半導体というのは2010年の、ね、初頭から SXL、SO、ていうのが始まってるんですけどその2010年。 から今13年ね、経っている状態の中で、半導体って使われなくなっているのかなっていうと、そんなことないんですよね。自動車って今までガソリン車でしたけれど、まあ今からは電気自動車に変わっていくというふうになってきます。今までの自動車と電気自動車、何が違うかっていうとね、ガソリンと電気で動く。いや、それ以外にということで、半導体がね、使われる量っていうのがね、私のね、 ググったところでは10倍ぐらい、ね、ガソリン車よりも電気自動車の方が使われていくということになってきます。そしてて今からっていうのは ほとんどね、今の市場っていうのはガソリン車が世の中どん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 走ってると思うんですけれど、これが今から5年、10年、15年のサイクルで全て電気自動車に変わっていきますよね。ガソリン車っていうのは廃止されていて、電気自動車に移行していくと。じゃあ今世界中で動いている車たちが全て電気自動車になった時っていうのはね、今の半導体よりも10倍ね、使わないと作れない。 自動車が世の中で、ね、山のように出てくる。あら、今から5年、10年、15年先っていうのは、半導体っていうのは安泰じゃないのかなと。いやいや、そんな自動車だけの話やったらと思われてる人、電化製品にもすべてね、半導体っていうのが含まれていきまして、皆さん、ご飯を炊いておりますよね。ということで。 ふっくら炊くためにセンサーをつけたね、炊飯器っていうのがね、今たくさん出てきてると思いますね。かまどだけと同じように温度調節をしてふっくら炊き上げる。かまどで炊いたような炊き心地になるとかって、あれ全部半導体が使われてるんですよと。電子レンジにも冷蔵庫にも、ありとあらゆるものに今半導体っていうのが組み込まれていってるんで、半導体の需要っていうことがね、減ることはないんです。今からは、 5年、10年、15年ベースで見れば必ず半導体っていうのは使われる量っていうのは増えていくというね。ですから今からシリスモビーになっていく産業ではないということをここを確認していただきたい。 じゃあなんでいつきさん今株価が下がっているんですかという話になるんですけれども、それはもう単純に二つの理由ですということで、まずは一つ、FRB の金融引き締めと QT を行っておりますので、まあこの時っていうのは別に半導体だけじゃなくてね、まあ全ての株式っていうのが下がっているということなんですね。それと半導体っていうのは 景気敏感株ということで、不景気になって一番先に売られるのが半導体。逆に景気が良くなった時に一番買われるのが半導体ということになってますので、景気敏感株ということになっておりますので、 そら、景気敏感株で FRB が金融引き締めと QTO をやっているのでガツンと下がってると。そしてね、半導体にはね、スーパーサイクルとかシリコンサイクルと呼ばれるものがあるんですよね。もうこれは半導体業界の宿命ということでね、まあ大体2年に1度ぐらいのペースで、簡単に言うと在庫が余るときと在庫が足らないときがあるんですよね。当たり前ですけれど、在庫が余ってますと半導体の価格が下がる。えー、だから、えー、半導体メーカーの株 部下も下がる逆に半導体の数が少なくなって供給がないとなりますと価格が上がりますから株式が上がるという図式この、ねえー、2つが今の FRB の金融引き締めと QT と半導体のスーパーサイクルシリコンサイクルがガッチャンコしてしまっているので今、ね、株価っていうのが、ねまあ、ものすごく、えー、落ちてるんですけれど、けれど普通に考えてみてください。これって 企業価値が下がったのかということで考えていったときに SOXL の中に組み込まれてます企業体が別に価値は下がってないんですね。企業価値は下がってないのに株価だけが下がってると。だからね 株式投資する人は株価だけ見てたらどこまで下がっていくかわからないということで恐怖をして買えないんですけれども株価だけを見るんじゃなくてちゃんとねそこに組み込まれてる企業体が利益をしっかりと上げているのかそしてそのね企業を脅かす企業がいているのかということを考えていくと SOXL に組み込まれてる30社っていうのはまあ世界最高峰のね半導体メーカー企業体が集まっておりますので何も問題が なっていないなと。暴落の時に考えないといけないのは何か価値あるものが価格が下がっているのかゴミがゴミに戻ったのかを考えるということでね、コロナのショックがありました、これであかん景気はもっと回復させないとということで FRB が金融緩和バン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 してたわけですよね、それで株価っていうのがね、ガツンとうなぎ登りになりました。 ここで登っていったときに価値あるものが元に戻ったということがあるんですけれど、ゴミも一緒に上昇していってるんですね。けれども、今回の暴落で、またね、ゴミがゴミに戻りました。価値ある会社も下がっていきました。さあ、これ、52週の高値にね、ゴミがしっかりと戻っていくのかっていうとね、戻っていけない、最高値を更新していくのか、更新していかない株もあります。えー、ですから、 この暴落でどの商品を購入するのかっていうのは見極めていかないとダメと。アメリカの株式買ってりゃ必ず買てるなんていうことはないですからね。商品選別をしていきましょう。その中で半導体っていうのはね、この分野は 必ずね、株価が戻って高値を更新していく商品だということですね。まあこれは日本の政府もそうですし、アメリカの政府もそうです。中国もそうです。半導体のシェア争いを国同士でやってます。どの国が半導体の主導権を握るのか。これを国家予算を使って半導体のマーケットから取り合いしておりますからね。まあ。 5年10年15年先はね、安泰だということですね。価値あるものが価格が下がっているのか、それともゴミがゴミに戻っているのか、まあここをしっかりと理解して、今私がお話しした内容をすべてね、そうだなと自分の中で 納得した人だけね。まあ、この先の話を聞いてください。送り人計画ということで。まずね、送り人計画をするために何が必要なのかということで、SOXL が必要になってくるわけなんですよね。この必要になってくる中で、最低何株必要なんだということを計算しました。まずは667株が必要になってくる。これがベースです。667株あれば、 1回の分割が来た後、しっかりと送り人になっていけるというふうになっております。まずね、株式分割がね、10分割来る可能性、15分割来る可能性っていうのがあるんですよね。今まで SOXL っていうのは2回の株式分割が来ましたけれど、1株が4株、1株が15株ということがね、ありましたので、 次にね、えー、来る株式分割が、えー、10分割で来るのか15分割で来るのか分かりませんから、えー、両方出しております、えー。まず株式分割が10分割来た時6670株になります、えー。そしてその後、株価が150ドルまで上昇すれば100万トンで500ドルに達成する。 あとはドル円の関係がありますけれど、まあ、100円計算で行ったとしたら、1億円を超えているという、ね、状態になるわけですよねでちなみにこれれ分割されてもね。 え、別に資産価値は変わりませんから、600ドルが60ドルになっていくというだけですね。えー、で、株式分割が来るのは、だいたいね、600ドルから700ドルぐらいの間で株式分割の方が来ますので、10分割された時っていうのは、650ドルが10分割になるということなので、65ドルに戻ると。その65ドルに戻った株価が150ドルになったら、送り人を達成と。えー、そして、これが15分割であったとするならば、1万5株になりますので、 株価が100ドルに戻りますと、100万飛んで500ドルになりますので、ね、送り人達成ということになります。あとはその時のドル円の関係で、100円なのか、120円なのか、それとも74円なのかということで、ね、74円だとちょっとね送り人にはなりませんけれど、為替まではなかなか、ね、考えられないということで。では この667株を取得するの予算はいくらぐらいかかるのかということを、ね、計算していきたいと思います。今の12月31日のレートで計算しますと、ドル円131.12円ということになってますので、これベースで、ね、考えていきたいと思います。まずはね、今年の SOXL のね、終わり値が9.67ということですから、1>, 1株。 10ドルで667株取得したならば、6670ドルかかりますので、為替の方を足しますと、87万4570円、こちらの方をね予算を組んでいただきますと、達成すると。SOXL って今年まだ下がるんじゃないのかと言われておりますので、下がってくれた場合、7.4ドル、要は52週の最 からね、10分の1になったところで購入できますと、なんと4935ドルで667株取得できますので、日本円に戻しますと、64万7077円でいけると。そして、 去年の SOXL の最安値っていうのが6.21だったんで、まあ、6.5で購入できたとするならば、4335ドルで667株達成しますので56、568,405円になると。私は今回ね、この6.5ドル。 568,405円を使って、しっかりと送り人になっていきたいなというふうに考えてるわけなんですよね。そして、確実な送り人計画2ということで、まあ今はね、667株あれば送り人になりますよ。1回目のね、分割が来て、そこから100ドル、150ドルになればという話をしたんですけれども、ここでもっとね、より明確に 送り人にね、達成されたい方っていうのは、一般にサークをね、使い切りたいということになっております。120万円分一般にサーク使えますんで、6.5ドルで一般にサークを埋めた場合は、あとね、52週の高値74.21に戻るだけで、11.41倍のね、パフォーマンスを出してくれるわけですよ。 ということは、今年一般人差120万円分を6.5ドルで埋めれた人っていうのは、52週の高値に戻ってくれるだけで1369万円になると。そしておそらく一般人差って5年しか非課税になりませんけれど、5年超えていくとね、そこから先増えていった分には課税されますけれど、おそらく52週の高値に戻るのに5年間はかからないんじゃないのかなと思っておりますので、まあ5年以内に。 テンバガーになれると。まあ、2、3年でなれるんじゃないのかなと。今年1年低迷したとしても、来年から爆上がりしていって、テンバガーになれるんじゃないかというふうに考えております。ただしですよね、株式分割が来るまで我慢するとと。と株式分割は先ほども言いましたけれど、大体600ドルから700ドルの間ぐらいで来ますので、まあ、どのタイミングに、ね、なるかわかりませんけれど、キリのいいところで650ドルで分割が来たとしますと、 なんとね、6.5ドルでもっておりますと、この時点で100倍カメめメめーということになっておりますので、まあ、1億2000万円になると。まあ、これ、ドル円を換算しておりませんので、まあ、実際に1億2000万かどうかというのは分かりませんけれども、まあ、こちらはね、さすがに一般人数クの5年以内に来るとは言えませんよね。まあ、8年か10年ぐらいかかるかも分かりませんけれども、今までの株式分割のペースっていうと、えー、6年に1回ぐらい来ると言われております。 ますので今回仕込んだとしても7年後ぐらいですか最短で7年後ぐらいで1億2000万になってる可能性があるということでこれを狙えるのが2023年のソクルのポジションなんですよとソクルの位置なんですよということでねビビっとったらあかんよという話で誰やと株式暴落が怖いとか辛いとか言うとるやつはということでねなんか去年から。 今年にかけて、今暴落局面で皆さん辛いでしょうと、この辛さをね、皆さん一緒に乗り切っていきましょうとか言うてるね、YouTuber いますけれど、アホちゃうがということでね、チャンス以外の何者でもないやないかと。120万が1億2000万にね、最短でなれるチャンスだと、こんなチャンスないですよ。70ドルの時に、 100倍になろうと思ったら7000ドルにならないといけないんですよ。なかなかしんどいでしょう。SOXL がいくら右肩上がりで上がっていくって言っても、まあ7000ドルになるためには何回かね、株式分割も来てるでしょうということでね、いつになったら7000ドルになるんやという話ですけれど、SOXL が650ドルになるというね、 ことぐらいだったら、うまくいけば5、6年、長くても7、8年ぐらいで達成するんじゃないのかということになりますので、7、8年でね、一般人が送り人になれるというようなことっていうのは起こらないわけですね。だからこそ、 この暴落っていうのは10年に一度の暴落だと言われてるわけですよ。この暴落をボーっとね、指を加えて何もせずに見てる人、そこを売ったら買いますよとか言ってる人、アホかという話になってくるわけなんですよね。このね、暴落を資産形成の道具だと割り切れるかどうかね。暴落なんて自分の資産を爆増させていくね、チャンス以外の何者でもないわけですよ。 株式っていうのは安い時に買って高い時に売るんですよと。そしてね、SOXL が今年さらにね、去年の終値ベースから90%下落するかもわからないと、リーマンショック級の時だったらそれぐらいになると言ってる人がいます。下がれば下がるほどチャンスじゃないですかという、ねえー、ことになってきますので、ここ。 2023年っていうのはね、大チャンスの年、ね、SOXL を使って送り人になるしかないというね、お膳立てをできたわけですよ。去年下がるだけ下がって、このお膳立てに乗っていけるかどうか、ここがね、はい、チャンスをつかめる人とつかめない人の差になってきます。では、私はどうなんだということでね、えー、見ていきましょう。えー、まず私の特定講座で保有しております SOXL。SO まず楽天証券の方で295株平均取得単価が16.6016 16で持っております。マネックス証券では250株持っております。平均取得単価が12.52。 そして、え、東花さんの口座で56株持っております。こちらは平均取得単価が11.1446ということになっておりますので、今、このね、特定口座の株式を合わせますと、601株あるわけですよね。これに、n さんの口座で、私と東花さんで保有しておりますので、実はね、667株なんていうのはね、すでに楽勝で超えてるわけなんですよ。けれど、アンチの人たちっていうのはね、 私の投資金額がやたら少ない少ないと文句を言っているね、え、アンチがいるんですけれど、アホ抜かせと、計画通りやという話でね、何千万もね、えー、ぶっこんだとしても、 平均食単価がね、40や30の、ね、人とね、同じ字にするなよと。そしてお金さえあれば株式っていうのは買えるわけですよ。お金があるから株式をたくさん保有してるから偉いという、ね、図式なんていうよりも、何のために株式投資をしているんだ。そうです。私は送り人になりたいんだと。現金をたっぷり作りたいんだと。その計画に乗っとってやっていってるだけなんで、別にお金があるからないから、株数が少ないから多いからしか比較できないやつっていうのは やはりここがね、少し足らないのかなというね、えー、気がします。そして、えー、私が2023年にすることということでね、この601株 あるのを、まあ、一旦売却したいんですよね。えそしてできれば6.5ドルで買い戻ししたい。まあ最悪、そこまで落ちなければ10ドル以下で買い戻ししますけれど、なんとか6.5まで落ちていただきたいなと。まあ今年はね、去年の最安値から90%下らまた来ると言ってる人もいるんで、まあ多少下がるんじゃないかと。まあリセッションが起こって一瞬下がるところがあると思うんで、まあそこでしっかりとね、買い戻ししたいということで。 そうなってくると、今私がね、えー、保有しております295株っていうのは、4897.47ドルあるわけなんですよね。えー、まあ、えー、これは平均取得単価が16ドルですから、16ドルで売ったときという話ですね。で、250株あるのは、えー、これは平均が12.57ぐらいでしたから、えー、3128ド 1> 1. ドル持っているとで、56株しかないですけれど、これ624.09っていうのは、平均取得単価が11.114で持ってますんで、まあ、これらをね、その平均取得単価になったところで売れたとしますよね。そうなると、私の 手元にはね、これ利益一切出なかったとしても、8649.81ドルを手にすることができるんですよね。これで6.5ドルに買い戻ししますと、なんと601株しかなかったのが1330株に増えます。これが今年私のすることということでね、この56株持っているというのは、平均取得単価が1 1 1一4なんで、まあ、14ドルになればすべて売ってしまう。 250株持ってるのも、これ12.58なんで、まあ、14ドルから15ドルぐらいになったら売ってしまう。295株あるのが一瞬ね、16ドル超えてきて、まあ、17ドルとか17ドル50セントとかってなれば、一旦売ってしまって、現金に戻しておいて、そしてそれを再度、SOXL6.5 になった時に1330株購入。これが終わりますと、私の SOXL の 仕込みは終了とということになります私のね、えー、仕事っていうのは SOXL を最低667株持つことっていうことでもうこれはね既に達成しております2022年で達成しておりますのであとは2022年で使った SOXL をしっかり しっかりと6.5ドルで買い戻し、もしくはまあ8ドルとかね、7ドルとか、何ドルまで下がるか分かりませんけれど、そころで買い戻しして、まあ最低1000株ぐらい、うまくいくと1330株以上にね、追加投資をせずとも取得できるということになっていきますので、これを今年目指していくのが私の送り人計画ということになっております。皆さんのご参考になればと思います。 最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。